はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、子育てクイズ、マイエンジェル、毎週木曜、クイズスペシャル。毎週木曜スペシャル、毎週木曜更新の木曜スペシャル、クイズゲーム枠、やっていきたいと思います。はい、いろいろとおかしかったけれども、やっていきたいと思います。さあ、じゃあ、引き続きね、アットホームモードの続きからやっていきますね。12歳の、頃からかな、12歳春からかなになると思うんですけれども、やっていきましょう。ほんと先週ほんと難しかった。2回もゲームオーバーするとは思わなかったですね。割と序盤でしたもんね。うん、さあ行きましょう。先週からの続き、まだオタクが強いんだよな。オタクが勝ってんの、素直なオタクだよね。はい、そっから12歳になりました。12歳春、ノルマ6も行きましょう。さあ、どんな問題が来る。お、3択来たね。 OK、 ありがたいよ。これは中学生感出てくんな。急に中学生感出るな。山梨県の郷土名物で、これを食べると風邪ひかない。水豚、あ、ほうとう、ほうとう、危ない危ない。水豚に行きそうやった。水筒に惹かれた、映画パンツの穴の主人公である木村一郎のエッチなニックネーム。カキンポ、ムキンポか。これ言ってても大丈夫なのかな。ハレンチな名前じゃないの。マスタカと呼ばれる人気女優、松たか子の父親、松本幸四郎。よし、4問目。徳川家康に伝えたオランダ人の名前が由来となった京都駅周辺の地名、丸の内。八重洲、あ、八重洲口な。はいはい、新幹線八重洲口。テレビスマップでルパン三世の次元役を演じたのは、斎藤陽。そうなんや。大学ラグビーでそのユニフォームからタイガージャージと言われるのはどこ。明治か慶応。慶応。よっしゃ。オッケー。いいよ。ことわざ、地獄の沙汰も金次第。この沙汰とはどういう意味なの。地獄の裁判。 OK。 よし、あと1問、長距離高速バスは何キロ以上、200、300か、300キロ以上。 RPG ファイナルファンタジーシリーズを発売している会社はスクウェア。 OK。 早いこれは簡単やったな。この問題は簡単やった。あ、3択じゃなくてもいいもんね。あの、どんなイベントだ。中学校に入りクラブ活動を始めます。お、私に〇〇部がいいな。でもオタクを進化させたくないんだよね。ちょっと体育会系入ってもらおう。親が決めていいのこんな。入りたいとこ行ってもらったらいいんだけどね。今日もいい汗かいた、気持ちいいな。ワンパクパラメーターにボーナスポイント。オッケーオッケー。まあまだワンパクでいいや。まあ、オタクも別に否定するわけじゃないんだけど、このゲームのオタクはちょっと偏見が入りすぎるからさ。だから、ワンパクで買ってほしいな。うん、オッケー。カルトなワンパク行きましょう。12歳冬、ノルマ6問ですね。さあ、ワンパクの時の BGM もいいね。フランス語、オランダ語、ドイツ語を公用語とする国。ベルギー。オッケー。これ5問。95年ユニバーシアード福岡大会陸上男子1万メートルで優勝したの誰。山崎さん。違う。釣りで自分の糸と他人の糸が絡んでしまうことを何というの。お祭り。わしゃ、そうなんや。お祭りっていう。さあ、飛行機雲って何雲の種類なの。積乱雲。ちゃう。違う。交通違反で信号無視の違反点数1点。2点なんや。あ、そうなんや。マジか。漫画ガキデカの主人公が通う小学校の名前なんだったっけ。坂向け。あ、そうね、坂向け小学校。アニメちびまる子ちゃんで主人公のまる子の声を演じてるのはたらこです。はい、オッケーオッケー。早かった今のは。天王星と同じ年に発見されたことからその英語名にちなんで名付けられた元素は。ほら、あ、そうなんや。正解して初めて知るんだな。驚きやわ。
動物童話作家ムハトジュ。あーと、なんかこれあったよな、なんかあったよね、あの絵本に対する対象みたいな。東京株式取引所に上場している株式の大部分の額面金額500円50円。なんやなんかウルタクイズであったよな、ムハトジュ。おい地獄祭いくだで始まる小林滝次の小説カニ光線。よっしゃ、おっせおっせ全然よい食いたまらなかった。そのムハト獣の話、あれだったかな、伝説のクイズ王決定戦やったから、ね、で出ましたね。娘は新しい学校で頑張っているようだ。お入学祝い冬やのに冬やのにもうおっせえよな。ポケベルぐらい買っておいてあげるか。まあ遊んでくれよ遊んでくれ、中学生のうちに遊んどけ。欲しかったんだ、あんがと。ワンパックやな。ワンパックやわ。お色気パラメーター、ボーナスポイント。OK でーす。12歳でポケベルか。早いんじゃん。そうでもないか。でも僕は、携帯電話持ち出したのは高校の頃でしたね。オタクが勝つ。正解した問題がそうやったのか。根っからのオタク、13歳、春、ノルマ6問いきましょう。さあ、なんか来るかな？ジャンセレとかそろそろ来るんじゃん。大丈夫か。NEC のパソコンに添付、マニュアル革命と言われた、とりあえず説明書を書いた作家は誰？石川純。違う。ああ、その人の小説、監督のモデルになった元プロ野球監督。金田さん。違う。難しいな。じゃあその人が現役時代に獲得したことのあるタイトルはどれ？打点王、新人王。マジか、1問も当たってない。新人王2度も取ったことあるのは野茂投手。では三冠王を3度も取ったことあるのは王貞治。違う、落合さん。なるほど。子供110番に寄せられた電話のうち95年度女子中学生の相談内容の1位は友人関係、男女関係。映画イージーライダーで自らも出演している監督が誰なの？ジャック・ニコルソン。違う、デニス・ホッパー。全然当たらへん。西洋料理で並べられたフォークやナイフはどこから使うのが良い？外側から。よっしゃ、オッケー。こういうマナーの問題しか答えられへんだけど、世界初の宇宙飛行士といったら誰なの？ガガーリン。アームストロングとめっちゃ迷った。映画水の旅人サムライキッズで一寸法師のような小さな侍を演じたのは誰？山崎さん。あ、そうなんや。そうなんや。卵や肉を食用するアヒル。さてアヒルは何を飼いならしたものなのか。ガチョ、マガモ。そうなんや。テレビドラマ戦うお嫁様連続ドラマ初主演を果たした女性タレント松本明子。あ、そうなんや。あ、そうなんやが多いね。1989年12月29日に記録した日経平均株価の最高値3万3000か3万8000。そんな言ってたんや。映画愛と平和の色男で主人公のプレイボーイ役を演じたのは誰なの？玉木浩二。違う、石田純一。やばいぞ、ノルマ2問。大晦日一日千金と副題された井原西鶴の作品。おい、よいしょ。あ、ちゃう、違う。だね。初代全日本プロレス三冠統一ヘビー級王者となったレスラー、ジャンボ鶴田。オッケー。ドラマ8月のラブソングの主題歌をオールワットワンズ、オールアットワンズ。マライアキャリー。あ、ボタンを間違えた。ホイットニー・ヒューストンか。97年全豪オープンテニスで史上最年少16歳で優勝したスイスの女性選手、フェルナンデス。間違えた、またボタンを間違えた。マルチナ・ヒンギス。自由で個性的な作品が多い大会社に頼らず制作されている会社をなんて、映画をなんていう？インディーズ。オッケーオッケー、やっといった、やっと超えた。危ない危ない、またノルマもギリギリだったわ。難しいね。近頃ゆかりの長電話が多くなった。
ポケベル持ってんやからポケベル使えよ。本当にどうしよう。あ、携帯電話か、いやポケベル買ったばっかやもんな。注意する注意する注意する、ごめんなさい。あ、従順真面目やな。さすがや、真面目な中学校に入ってだけあるわ。よし、お、真面目が上がった。OK、カルトな真面目か。これでカルトな真面目になるんちゃう。そうなんや。正解したし、そこは正解すんで。13歳秋、ノルマ6もいきましょう。さあ、なんだ、あ、制限時間2倍、ありがたい。これはお金をいっぱい稼ぐチャンスですね。本当にその通りですよ。それは最後、近代彫刻の生みの親、ロダンの代表作の一つ、何々の趣味、なる、サラダ、カレー。ケーブルを利用してテレビ番組を、送信するシステム、なんていうの、 CATV、 ケーブル TV ですね、ケーブルテレビ。香港映画50周年記念作品で国際警察特捜隊員の活躍を書いたジャッキー・チェンの映画、ポリスアカデミー、ポリスストーリー。日本のプロ野球ではチームの試合数かける 3.1、 なんだそれ、マジック、違う、規定打席数。蜂の中で普通働き蜂と呼ばれるのはオス、メスだけ。そうなんや。漫画ガンバフライハイの原作者、これは森末さんね。はい、これ一回出なかったっけ。昔青森ではメドチと呼ばれていた妖怪、カッパ。あ、そうなんや。よし、バンドマイリトルラバーのボーカルって誰なの。アッコさんでした。今も活動してますけどね、マイリトルラバー。三洋電機から発売された子供用チー、電子チークツールのメインキャラクターはピング。オッケー、養育費溜まってきたよ結構。ラーメン屋台で鳴らされるチャルメラとは元は何語なの。あ、ポルトガル語間違えた。ボタン速攻ですぐ押せないな、なんか思ってる位置に。イタリアの最も幅の狭い道路の幅は何センチかな。43。あ、そうない、一番小さくいったれって思ったら当たった。さあ何が起こる。なんだ、思春期竹縄、反抗期竹縄。ゆかりが喧嘩を打ってきた、親としてあなたはどう対応する。せやな、風呂に誘うか、中学生やもんな。なだめてみる、まあまあつって、まあ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 つって、まあ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 つってお父さんごめんなさい。ああ、そう、真面目やな。真面目やね。従順やな、ほんと、娘は。すごい従順。受けて立ってたらどうなってたやろな。負けるんかな。パパ負けかねんからね。さあ、真面目。カルトな真面目のままいきましょう。14歳春、ノルマ6問です。さあ、あと2ステージでセーブできますけれども。いけるかな？なんだ、おさらい問題来ましたよ。はい、以上、日本のプロ、はい、これ、規定打席数ね。選択肢だけを見て答えていこう。これは字がわかんない。これは字がわからない。50円。よし。300キロ。はい、OK。高速バスのね、指定距離ね、はい、ポルトガル、はい、これはボタン押し間違えただけね。2点。よしよしよし、信号無視の違反点数ね。デニス・ホッパー、ジャック・ニコールソンと間違えて押しちゃったんだ。イージライターの監督、 OK。 ここで稼いだよ。ゆかりが汚い子犬を拾ってきましたね、うちで買ってもいいよね。
いいよ、買いましょうかね。買ってほしいなら買います。うん。我が家の一員が増えた。ワンパックパラメーターバージョン。ああ、そうですか。ワンパクが上がる。で、お母さん、母っていうね。お母さん、母っていうエプロンする母の押し売りがすごいな。あんな主張するかね、母であること。素直なオタクいきましょう。14歳、冬、ノルマ6問です。そっか、もう中学最後の年か。ノルマ6問いきましょう。バレーボール V リーグで NEC 男子チームの愛称は何なの、ブルーロケッツ。そういう選手やった。オッケー、ありがとう、ありがとう。漫画僕のマリーの作者は誰なの、北川さん、違う。ドラマ、ディアーウーマンで、東山紀之扮する主人公、元何の選手、サッカー、サバスケットボール。94年度調べで子供を3年間公立中学校に通わせるために必要な養育費費用、164、134万でした。映画アメリカンジゴロで殺人の濡れ衣を着せられる主人公を演じたのは誰、マイケル・ダグラス、リチャード・ギア。次の都道府県内で流通最大手ダイエー本社があるのは兵庫県。これも先々週ぐらい出たな。フランス料理のムニエルってもともとどんな意味なの、粉屋さん。あ、そう、なんか粉つけるよね、めっちゃ。サイキック、サイコキネシス等の言葉にあるサイとは元は何を意味する、超常現象、魂。オスが腎臓から出す糸を作って、はい。まず臓器の名前が出てこなかった。世界文化遺産に指定されている姫路城の通称、あれなんて読むんだろう、シロサギ。シェイクスピアのロミオとジュリエットの舞台となったイタリアの都市はどこ、ベネツィア、ベローラ。いや、ノルマさんも厳しいな。ドラマ彼の主題歌、プロミスミーユートライ、マドンナ、ダイアナロス、マジか。ゴリラが合図や威嚇のために胸を両手で叩くことを何というの、パンチング、ドラミングデインか。やばい、あと2回し、あ、4回しか間違えない。次のみかん科の植物のうち春に花を咲かせるのはどれでしょう、夏みかん、からたち。やばいぞ。英語でインディアンサマーといえばどういう意味なの、インディアンサマー、レイカ、オハルビオ。あと2回しか間違えられない。開発がもたらす環境への影響、事前に予測評価することは何という、環境アセスメント。 OK、 あと2問いけるか。ダンマイミーで名門女子校に通う17歳の少女役を演じたのは加藤のり子、違う。やっぱりあと1問しか間違えられない。漫画水色時代の作者誰よ、矢吹さん。おー、さあ、ありがたい。あと1問。さあ、これで勝負が決まる。鹿の角が生え変わる季節はいつなの、秋。なんかくそ。マジかよ。春か。逆でしたね。その逆でした。よし、やり直し。はい、行きましょう。12歳春、ノルマ6問ですね。いきまーす。なんだっけ、ここで3択やったっけ、そうだな。これは固定なんだな。オッケーオッケー。行きましょう。第1問。ボクシングのタイトルマッチでマイク・タイソン選手が反則負けになった原因は、相手に噛みついた。よっしゃ。めっちゃ迷った。三択でめっちゃ迷った。食べると中からスープが飛び出す中華料理のまんじゅう、小籠包、バツ。オッケー。よし。哺乳類の中で一度に一番多くの子供を出産する、カモノハシ、テンレック。聞いたことねえわ。トランプ占いにおいてハートのマークはどんな意味を持つ、
なんやろ、心臓、礼拝、じゃあ聖杯、わさび、白菜、小松菜、すべて同じ仲間、さて何かかな、油菜、あ、そうね、オッケー、香港映画燃えよドラゴンで日本でも有名になった太った俳優は誰なの、三半金峰か、よっしゃよっしゃ、いいですよ。97年1月1日生まれの子供が小学校入学するのは何年、計算にいかんでも2003で適当に押した小説恋で直木賞を受賞した女性作家って誰なの、小池真理子、オッケー、いったいった、よし、いいですよ。さあイベント何やったっけ、あー、クラブ活動、クラブ活動、やっぱバスケットがいいんじゃないかな、天文同好会、放送クラブ行ってみようか、今回は放送クラブ行ってみよう、本日は晴天なりあ、真面目ない、一応真面目ない、はい、オッケー、放送クラブする、いい声なるでしょうね、中学校からこう放送部に入ってるといい声になるでしょう、少なくともこんな僕みたいな声ではない僕みたいな声にはならないと思う、よかったよかった、さあ行きましょう、根っから真面目、12歳冬、ノルマ6問ですね、 OK、 さあ行きましょう、第1問、マイルドセブンの丘っていう観光名所があるのはどこなの、北海道、これは知ってるわ、これ聞いたことある、史上初めてプロ野球セパ両リーグで1000本安打を記録した野村さん、あ、大杉克夫さん、1221年の何やったっけこれ、人球の乱、はい、わからない、ロッパラソーダ、よくわからないテラスのように開放的な構造にした流行のヨーロッパ風カフェ、オープンカフェだ、よしよしよし、おっせおっせ、そんな難しくなかった、セーターの毛にも使われてるアンゴラ、どんな動物なの、リス、ウサギ、元鉄人道場六三郎のライバル神田川敏郎が手掛けた、これはサンクス、サンクスですね、これも1回出たな、通常と異なるメンバーが集まって行うロックのセッションなんていうの、ギグ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 、はいギグ、はい、オッケーオッケー、さあ残り2問、ミンミンと鳴くのはミンミンゼミ、ではカナカナと鳴くのは何なの、日暮らし、オッケーオッケー、日暮らしの鳴く頃にですよ、ヒット曲エロス、藤井フミヤ、オッケーオッケー、エロス書いたの確かミスチルの桜井さんやってる気がするけど、作詞が何、作詞か作曲かどっちか、新しい学校で頑張っているよ、入学祝いに何を買ってあげましょう、まあポケベルでいいんじゃないかな、百科事典もらっても嬉しくない、嬉しくないもんな、俺中学校の頃百科事典もらったら泣くわ欲しかったのありがとう、お色気パラメーターにボーナスポイント、よし、お、色気が勝った、初めてやな、素直な色気、13歳春、ノルマ6問です、いきましょう、全国的に統一されている盲人用信号機のメロディーはトーリアンセと何だの、故郷の空、オッケーオッケー、じゃあ故郷の空の原曲はもともと何という地方の民謡なの、アイランド、スコットランド、多いなあそこら辺の、なんか北欧感がすごいですね、スコットランド風の料理スコッチエッグを卵で包み込んでいるのは何なの、ひき肉、じゃあひき肉で、牛と豚のように違う種類の肉を混ぜてひいたものなんという、合いびきやな、常識、映画化もされた小説エデンの東の作者って誰なの、スタインベック、オッケー、バンドオルケスタデラルス、レゲエ、あ、サルサ
ボタン押し間違えたら正解した。若手お笑いタレント猿岩石はテレビの中で香港からどこまでヒッチハイクしたの？ロンドン。オッケー。いった。有吉さんですね。さあ、何やったっけイベントは。あー、長電話のやつか。そやな。大声で嫌味言ったろうか。さあ、どうなる。あ、険悪なムードの音。10日間無視された。いや、ワンパクやな。オタクなる？オタクなりますか、それ。10日間も無視されんの。つらいわ。父親としてつらいわ、それ。うん？オタクが上がるのがようわからんけどね。まあ、色気がまだ勝ってますよ。いやー、毎回こうやって変わってくるんですもんね、成長がね。さっきなんか色気なんか一回も上がらなかったけど、今回色気が強いですね。さあ、制限時間2倍多く稼ぎましょう。よし、行きましょう。正式名称バルト・ソドルと呼ぶ死後の世界について述べた書物。ラスコ、チベット死者の書。中華料理北京ダックで実際に食べる部分はどこなの？皮。地球外生物の秘密のカプセルによって老人たちが若返ってしまう映画は何なの？コクーン。オッケー。漫画明日のジョーでジョーのライバルリキシトールを葬儀したのは誰なの？荒俣さん。違う、寺山修司。ジェリー・エドワスという筆名を持つ自動車作家、女優ジェリー・ワーナー・アンドリュース。ああ、外れようっつってすっごい色気があるな、あいつ。イタリア料理で使われる最も基本的なオイルといえば何なの？オリーブか。はいはい。これはもっと早く答えれたな。松下電器を発売した食器洗い乾燥機のユニークな商品名って何なの？アライグマちゃん、カタズキンちゃん。ユニークやな。香港映画七個福、夢に生きた子供たちで伝統芸能強撃の先生を演じたのはチョーユンファ。あ、サムハンキンポでええねん。サムハンキンポめっちゃ出てくるよ。電気回路に使うコンデンサーの働きは何の？電気を熱に変える。溜めておく。マジか。カーレースで使われる溝のないタイヤを何というの？スリックタイヤだ。よっしゃ。残り2問ですね、ノルマ。英語では、オーインクとナクとされているのは、ボタ間違えた。くそ、分かってたのに。漫画サンクチュアリで2人の主人公が物事を決める方法って、コイン、じゃんけん。じゃんけん、シンプルじゃんけん。バイクなどのエンジンの回転数に使われる単位は何なの？RPH、RPM。似たようなもんだ、似たようなもん。プレイステーション、ポップロクロス物語を発売している会社は、ソニーね。SCEI。UFO の研究を妨害したり、目撃者に圧力をかけたりする謎の一団を何というの？ブラックマン。OK。ノルマクリア。4万4000円もいってますよ、養育費。たまったたまった。さあ、なんだ？ああ、はいはい。立てついてきたんだね。じゃあ、これ、一回受けて立ってみよう。一回受けて立つとどうなんだ、これ。あ、勝ったね。手強かったが、なんとか勝てた。ワンパックパラメーターにボーナスポイント。結構苦戦したは苦戦したやな。勝つことは勝ったけど。辛くも勝利みたいなね。野球でいう8対0ぐらいなのに、なんか急にめっちゃ点数入れられて8対7で勝ったみたいな感じやでしょ。めっちゃ最終回で猛攻仕掛けられたみたいな、そんな勝ち方なんでしょうね、おそらくね。さあ、元気なオタク行きましょう。いや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 、喧嘩したのにさ、元気なオタク行く？さあ、間違えた問題のおさらいです。あー、これは寺山修司やな。オッケーオッケー。
螺旋たちだけを見てまた答えていきます。片付きじゃ OK。 RPM OK、 いいですよ。電気を貯めておくですね。コンデンサーの働きです。これは6波、はい、よし。聖杯、あ、ボタン間違えた、ボタン間違えた。ハートマークの意味、これは大杉さんです。はい、1000本安打を記録した人ですね。よし、お金は貯まったよ。あ、汚い子犬を拾ってきたやつね。これはでも買うぐらいしか、娘だけで世話させてみよう。スパルタやなスパルタな親やな。生き物を育てる難しさを学んだ。真面目パラメーターにボーナスポイント。すごいな、飯持ってきたのに弾き返されてるで。あんな犬嫌やわ。あんな犬嫌やで、家おったら。あんなご飯どうどう言うてんのに、さあもうシャークセーっつって返されんねん、嫌やわ。14歳冬行きましょう。ここだな、前回落ちたんは。ここを越えないと。ここ越えれんかったら今日何も進まないからね。映画スラムダンクでエース、沢北のいる湘北高校のライバル高校は、ちょっと待って、時間ない。海南ね。はい。あ、じゃあ海南じゃないんか。靴院内の有名なインド人、マトゥーラ。違う、アジャンタ。これ先週出たな、そういうの。次の中で、はいはい。その生き物。アリじゃない、アリじゃない、ミミズ。オスメス一緒ない。イギリスの誕生した初のクローン羊の名前は、いやー、あったな、そんな。あったな、名前何やったっけ、マリ、ドリ、あったな、そういえば。クローン羊あったな。懐かしい。人間を包み込み、目や鼻を塞いで器官の働きを妨げる妖怪の名前は、知らん、ふすま？あー、ボタン、時間間に合わなかったのか。戦国武将、上杉謙信の以前の名字、神尾？長尾。やばいなぁ、これ全然答え出てないな。首塚を動かそうとするたびに人が死ぬという伝説を今も残る平安時代の武将は、ただの正門。オッケー。やるじゃん、やるよ俺は、うん。卵や肉を食用とするアヒル、アヒルは何を飼いならしたもの、あ、これやったんや、マガモ。オッケー。やるじゃん、やるよって、だから前回やったっつうの。もう とってもエッチな漫画、みんなあげちゃうを描いた漫画家って誰なの。え、江川達也？違うな、さすがに。さすがにな。エッチな漫画描く人やけど。太陽の周りに見られる赤い炎を何という。コロナ。プロミネンス。やばいな。たわしの数え方1個2個。では、相撲の回しの数え方。一巻き。あー、一腰。マジか。巻きでええや、巻いとるやん、あいつ。漢文で句読点や返り点などが何もついてない部分を何ていうの。白文。やるよって俺はだから。漫画湘南暴走族の主人公は誰なの？堂本光一。江口洋介。漫画ときめきトナイトで、パパはどんなモンスターなの？フランケンシュタイン。あー、吸血鬼。やば、あと3回しか間違えられない。国連国軍最高司令官総司令部。GHQ の G。ガバメ。ジェネラル。そうない。ニューヨーク支店で約1100億円の総資、富士銀行。大和銀行。やばい。95年5月イギリス総選挙の結果誕生した若手首相。ブレア。オッケー。若手首相ね。首相。男子小学生の間で流行バトル鉛筆を売り出したゲームソフト会社エニックス。オッケー。あと1問、これで結果が決まる。海藻、海藻道元。あ、診断か。ここ超えれへんな。ここ
超えられへんわ。もう36分もやってんのに、ちょっと今日1個も進まないわけにもいかないしな。はい、それの別名親知らず。そうだ、親知らず。ピンクフロイド、イエスなどに代表されるロックってなんていうの。プログレッシブか。よしよし、プログレッシブロック。ドラマ彼の主題歌、プロミスミーユールトライの、誰の曲。ダイアナロスやな。オッケー。グラスにソーダを注いだ時の音からその名がついたお酒は何というの。スリング、フィズか。これもなんか先週出たけど、スリングで間違えたような気がする。生物の分類名の中で最も大きな単位を表すのは何なの。貝。よっしゃ。 V6 の曲愛なんだって誰が作曲したの。知らない。愛なんだ。小室哲哉。あー、玉置浩二なんや。そうなんや。驚きやな。協定のレースの中で最も高い位のものをなんていうの。S 級レース、SG レース、のみのみと安楽に暮らすといった言葉って何なの。左大臣、左段、ウルトラセキス、何やねこれ。20メガ、OK、毎秒20メガ転送能力を持つ。イギリスやアメリカのお酒で度数表示に使われる単位は何なの。プルーフ。あ、そうなんや。プルーフ、度数表示、プルーフ、パーセントとかじゃないんや。部活か。いやー、もう天文同好会はもう確実にオタクに行きそうやもんな。帰宅。どんどん違う選択肢を試したくなる。今月は鉄猫さん発売か。社会科学お色気パラメータ。なんかオタクっぽいけどな、このな、なんか雑誌を見ながら家帰るって。大丈夫なの。オタク強いな、素直なオタク。12歳冬ノルマ6も行きましょう。さあ。スロットマシンである条件が成立すると起きる大当たりのことを何と呼ぶの。ジャックポット。緑豆やジャガイモのでんぷんから作る透明、これは、春雨だ。よし。もともと SF ファン同士が使う二人称として発生した言葉。マニア、オタク。かつての東ドイツの自動車メーカートラバンドの車のボディは何で作られていた。ブリキ、ボールガ。野生生物に代わって開発差し止めなどで起こされる訴訟何というの。緑、自然の権利訴訟。アーノルド・シュワルツネッガー主演の映画コマンドで誘拐されたのは誰なの。主人公の娘。 OK。母と迷って。プロ野球で個人通算四球が最も多い選手は。王貞治。みんなあれだな、牽制するんだな。パラサイコロジーって何なの。なるほど、物理学、超心理学。91年5月10日 UWF インターナショナルの旗揚げ戦はどこで行われたの。後楽園。後楽園ホールです。物理学者アインシュタインの名言、〇〇は知識よりも大切である。実行力、想像力。インスタントコーヒーを発明したのはどこの国の人なの。日本。 OK。 あ、まだもう一枚あるか。ノルマ達成した気合。渋垣隊のヒット曲「ぞっこん命」、命と書いて何て読むの。ぞっこんハート、ラブ。ハートで映画な。土曜ワイド劇場のエンディング曲、あなたの愛になりたいを歌ったのは。高橋真理子さん。違う、難
難しいな。女性漫才コンビハイヒールの2人はモモコと誰だったっけ。リンゴ、シャリンゴ姉さん、ありがとうリンゴ姉さん。いや向こうは姉さん呼ばわりされる薄にはないと思うんだよね。じゃあローラースケート買ってあげよう。ポケベルをやめてやろう。やり直ししすぎ。こういうのもいいかな。あ、違ったんだな。違ったけど、まあ喜んでくれたならいいわ。さあ、ワンパックパラメーターが上がりました。カルトな真面目、カルトな真面目でワンパクなやつ。すごいやつやで、ね、すごい娘やね。カルトでワンパクで真面目なやつ。番茶や煎茶で初めて湯を注いだ入れたてのものな、特になんという、玉露出荷出花、うん、それは下茶でも美味しいことを女性に例えて。何も18番知らない。鬼そうない鬼の犬間にとか命のと、この後に続く家事仕事、あ、洗濯、はいはい、洗濯、鬼の洗濯、洗濯の絵表記でアイロンの下に破線が書いてあればどういう意味なの。当て布が必要。オッケー、家庭科の感じや。思い出してきた。長距離バスは300km 以上。プロレスラー重心サンダーライガーの素顔は誰なの。いや知らんて、あれマスクマンやろ。山田圭一さん、世界文化遺産に指定されている姫路城の通称が、これが四角、よっしゃ、あれなんて読むかやねんな。次のうち小学校3年生で習う漢字はどれ。うーん、美しい。あ、そうなんや。さあ何やったっけ。3回目のイベントを忘れるって。あ、長電話な。どうしよう、電話を切ってみよう。どうなる。電話を切ると、なすんだよクソジジェーガーン。ワンパックパラメーター、クソジジー言われるか。ワンパックめっちゃ上がったな。電話切ったからやで、これ。電話切ったからめっちゃワンパク上がったわ。13歳秋ノルマ6問。96年に、ヒットしたロス・デ・リオのアルバム、シャルイ・マカレナ。あ、そうだ。マカレナダンスの人たちね。小学校の音楽の時間に使う打楽器で三角形、あ、トライアングルだ。青春映画、卒業白書で高校生ジュエル役を演じたのはラルフ・マッチョ、トム・クルーズ。トム・クルーズ何でも出るな、ほんと何でもイケメンやんけあいつ。日本では山のなんつのやつは何々の妖怪、ブロッケン。あ、そうなの、ブロッケンの妖怪。線が太く日本のきしめのような形をしたイタリアンパスラ、フィットチーニ、フィットチーニ。オタクが上がるかこれ。太陽系の惑星の中で衛星を持たないのは2つだけ、金星とあと1つは何なの。火星、水星か。競馬場では 200m 間隔で何々表が立てられています。トロン、ハロン、ハロン。トロンはあれやな、6万ダッシュのキャラクターやな。 NHK のドラマワイン殺人事件で高岡早紀が演じた主役の職業って何だ。ギャルソン、ソムリエで宴会や。ソムリエで宴会。2002年サッカーワールドカップの日韓共催が決まった時、 FIFA の会長は誰なの。アベランジェ。よっしゃ、カード1問。治水コウモリの別名なんていうの。え、吸血鬼、バンパイ。一緒やんけ、俺の中で一緒や。トルエンを原料に使っているため使用が禁止された人工甘味料は何なの。アルパルテーム、サッカリン。アルパルテーム、あれ海外でダメなだけか。珍味でボラの
卵巣を塩漬けに干したもの、カラスミや。よしよしよし、 OK。 カラスミ答えて色気が上がるか。さあなんだイベントは。ああはいはい、喧嘩するやつね。逃げて、あ、風呂に誘う、風呂に。やっぱ風呂に誘いたくなる。入るんかいや。中学生にして入るんかいや、父親と。お色気パラメーターがアップですよ。今回じゃあお色気勝つな、これ、完全に。勝つ可能性あるで、これ。ほら、上がった。色気勝ったわ。自然科学に興味のある色気のある中学生ですよ。元気な色気。言いましょう。14歳春、ノルマ6問。おさらいか。おさらいやな。これは余裕ですわ。おさらい余裕。もうどんどんいきますわ、これ。はい。永田さん、違う。重心さんだらい。サッカリンダー、おっせえわ、おっせえわ。ここポイント稼がなあかんのに。玉木浩二、よっしゃ。超新リバ、よっしゃ。これ自然やったな。自然の権利訴訟。ハロン、OK、ハロン表ね。SG レース、OK、協定のレースで最も位の高いやつです。よし、洋服ややっぱ稼げんねんけど、最後やな、やっぱ。14歳の冬が難しいねんな。さあ、汚い子犬。娘だけ世話させよう。うん、夜中の厳しさをね。ペットを飼うことの難しさをね、うん、そうそう、学んでほしいんだよ。さあ、真面目が上がったよ。さあ、どうなるんでしょう。おお、真面目が勝つね。やっぱイベント重要ですね。セクシーな真面目。14歳、冬。さあ、ここは来れないと意味ないんだよね。こんだけ時間かけても。大丈夫。2002年東京オリンピックの開催地は、ああ、ソルトレイク。よっしゃ。オッケー、1問減らしたよ。日本で一番最初に飛行機場ができた都市、所沢じゃないでしょ、調布。所沢なんや。もう間違いないで言われた。真面目。シャンジャンとも呼ばれ、見る方向により色が変わる織物。鈴、玉虫。ああ、玉虫色っていうよな。はいはい、バレーボール V リーグで NEC のチームの、はいはい、ブルーロケット。ありがたい、1問減らした。さあ残り4問。メス、ホール、駒込などの、あ、ピペットだ。よっしゃ、駒込言われたピペットしか思い浮かばんわ。ベストジーニスト96に選ばれたジーンズの似合う女優は誰。江角真紀子。 OK、 ありがたい。さあ残り2問です。皮むいたトマトを丸ごとトマトジュースに浸したものなんていうの。ホールトマト。よっしゃ、簡単簡単、ありがとうありがたい。86年に出版されたベストセラーになった細木数子の本は大作界のやつや。あったっけ。オッケー、きた。あー、抜けれた。すごい簡単にいけた。あんだけ時間かかったね。あ、来年高校生。あー、高校受験か。2万円かかる、どこも。自然行ってみようか。自然、自然、自然かな。公立自然学、自然高校。さあ、2万円かかりますけれども、自然科学の領域で実績を、ある。はい。手術室、あらゆる最新技術を学習できると。ノルマ8問で 60% で正解率しないといけないんですね。元素記号 AU。アルミニウム。金。マジか。敬語でおっしゃる。尊敬語、申し上げる、謙譲語だ。よっしゃ。さあ、第一次世界大戦前に行われたイギリスの帝国主義政策は何か。
3B3C この文積分の記号のことを何というか答える。知らねえインテグラル、あそうだね、知らねえのに当てた。英語でグッドの比較級はグッド、ベター、グッドベターベスト、英語の第一文型 SV で V は意味しているのは、動詞、主語動詞ね、うん、次のうちクリスマスの英語で正しい綴りはどれか。クリストマス、四角、 OKOK、 いいですよ、正解率高いんじゃないのこれまだ。下の図のような犬のを切る際のほつれを防ぐためのハサミを何というか。ピンチングバサミか、ピンキングバサミ、 OKOK。 次のうち日本がほとんど輸入に頼ってる食品、小麦や、よしよし、簡単簡単、これあれだ。人間の自由平等と独立に基づいた論文集「学問の勧め」を書いたのは、福沢諭吉。オッケー、ありがたい、これ言ったでしょ、これは入学でしょ。オッケー、ノルマクリア、出んの早い。あ、そっか、ノルマクリア関係ないんか。はい、正解率 80% で合格です。さあ、ノルマも行ってしかも合格しました、ありがとうございます。これでね、公立自然高校に、はい、合格しましたよ、我が娘。来年から高校生です。はい、自然科学パラメータにボーナスポイント。いやー、無事高校入学できましたよ、ほんと。高い壁があったけど、2回ゲームオーバーになってなんとか行きました。あ、色気が勝つ。色気が勝つ高校生。うわ、色気あるなー。はい、じゃあセーブして来週続きからやりますので、来週もお楽しみください。じゃあ今週はここまでしたいと思います。また次週お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。